皆さんこんにちは。岡山県情報発信員の石田です。今日は篠原選手にインタビューをしたいと思います。よろしくお願いします。岡山に来られて3年目ということですが、どこか気に入った場所はありますか？そうですね、後楽園はとてもいいと思いましたね。趣味が釣りとお聞きしたんですけれども、いい場所が見つかりましたか？いい場所っていうか、よく行ったのは赤岩の方にあるため池とかによく行ってましたね。それは何を釣られるですか？バス釣りですね。で、普段休日は釣りの他にどのようなことをされて過ごされていますか？そうですね、車で神戸行ったり大阪行ったり、買い物が好きなんでよく行きます。怪我なく試合に出るというのを今季の目標にされていますが、練習の時に何か気をつけていらっしゃることはありますか？そんな時にはないですけど、怪我のこと考えてサッカーはできないんで、しっかり練習前にケアをして、練習では自分の強みをしっかり出せるように、それだけを考えてます。では草津戦に向けての意気込みをぜひお聞かせください。そうですね、どの試合も一緒なんですけど、目の前の試合にしっかり全力でやって、守備の人間なんで無失点で抑えれて、そこで勝利をつかめればいいと思ってます。最後にサポーターに向けて一言お願いします。そうですね、今年は J1 昇格っていうのを、6位以内っていうのを目指してやってるんで、そこをしっかり目標に置いて、これからしっかり戦っていきたいです。ありがとうございました。